ニコライ・アニシモビッチ市長ロコフは、ソビエト連邦の政治家、上級大将。16年間にわたって、レオニード・ブレジネフとユーリアンドロポフの時代に、公共秩序警備大臣を務めたが、汚職により失脚した。1910年11月26日に、ロシア帝国のアルマズナや村にて、夜勤校の家庭に誕生する。 1931年からソビエト連邦共産党員となった。1933年にドニエプロペトロフスク夜勤大学を卒業し、ウクライナの夜勤工場で技師や職長として働く。1966年から公共秩序警備大臣。1966年からソ連共産党中央委員会員候補。1968年4月から 中央委員、第4期第9期最高会議大議員。1982年11月10日の、レオニード・ブレジネフ初期長の死後、市長ロコフは、汚職事件の捜査と関連して1982年12月に内務大臣を罷免された。公認の内務大臣となったビタリー・フェドルチュクは、 市長ロコフ時代の内務省の活動を点検し、多数の職権乱用の事例を発見した。社会主義労働英雄。霊人勲章3個、赤旗勲章2個、二等ボグダンフメリニツキー勲章、一等祖国戦争勲章、労働赤旗勲章、赤星勲章を受章。経済科学博士、ありがとうございます。